ハンガリーのツバイゲルトのワインツバイゲルトは1922年にオーストリアのクロスターノイブルクのブドウ栽培学及び果実学連邦工科大学においてフリッツツバイゲルトによって赤ワイン用のブドウ品種として開発されたこの品種はサンドーランブラウフレンキッシュの後輩によって生まれた現在ではオーストリアで最も広く栽培されている 赤ぶどう品種であり、カナダのぶどう園でも時折見られる。2008年、オーストリアのブドウ農場は6512ヘクタールに達し、オーストリアの代表的な赤ワインの品種の一つとして2000年代に拡大した。オーストリアで広く栽培されているツバイベルトのブドウは、ハンガリーで限定的に栽培されたものが、カナダのワイン生産地域である、オンタリオ州のナイアガラ半島や、 ブリティシュコロンビア州に進出している。チェコにおいては、ツバイゲルトレーベとして知られており、3番目に広く、栽培されている赤ぶどう品種で、総ブドウ農場面積の約4.7%を占める。スロバキアでは、ほとんどの生産地域で栽培されている。2010年現在、新たに設立されたベルギーとポーランドのぶどう園でも、またツバイゲルとの栽培を始めた。 2014年現在、アメリカのワシントン州では、ミルリッチワイナリー及びペレニアルビンテーナーズを含む、いくつかの小規模な作付けが行われている。日本では2016年の国税庁統計で243トンのツバイゲルトが収穫されており、全ワイン用ブドウ品種生産量の1.1%を、占め、赤ワイン用の全、赤ブドウ品種の中で、第10位の生産量。 そのうち201トンが北海道での生産で、北海道での赤ぶどう品種では第2位の生産量である。ツバイゲルトは、ロートブルガーロットバーガー、ツバイゲルトレーベ、ブラウアーツバイゲルトとも呼ばれている。ありがとうございます。